早稲田入学。やっぱり無理。4技能試験の厳しさが最も大きく出た2021年入試、国語と日本史の平均点が高い。完全に早稲田文学部は受験生に攻略されちゃってます。募集枠が減らされてます。はいはいはい。ただまあ言えるのはとにかく両方受けることですよね。それ大事。で始まりました。チャンネル。さあ今回は平田哲也。どうも、早稲田文学部代表の平です。よろしくお願いします。森哲ちゃん、はい、この動画2回目そうね、データ消えちゃったからね。俺ね、実はテンション超低いんですよ。運気今年どの占い師の本見ても大体最悪なんですよ。お、そうなんですね。もうしんどいわ。もうまあでもね、こんな時だからこそ、人ってさ、いきなりお腹とかさ、腹パンされたらうってなるけど、はい、ある程度来るってことで腹筋に力入れたらまあまあ耐えられるじゃないですか。あ、なるほど、ね、俺はだからこそちょっと今年は耐えていきます。ということで、受験生の皆さん、あなた方にも耐えていただきたい案件を1個持ってきました。おい森哲ちゃん、早稲田文学部やっぱり無理っていう動画です、はいはい、僕の出ている森哲チャンネルコンテンツの最もヒットした作品の一つに、早稲田文学部無理ゲーっていうのがあるんですよね。あれの第2弾でございます。今日の動画はですね、やっぱ早稲田文学部しんどいぞっていうこと、そしてそれとは対極的に文化構想学部のこの安定感、そして4技能試験、前回の動画でもやりましたけど、結構きついぞって中で、4技能試験の厳しさが最も大きく出た2021年入試を振り返ってご紹介したいと思いますんで、はい、こう2022年文学部文化構想学部受ける方必見の動画になっておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。 Here we go。 まずですね、文学部から見ていきたいと思います。21年文学部の成績開示なんですけれども、文学部は200点満点で、英語75点満点、国語75点満点、日本史50点満点、世界史も50点満点ですね、はい、なんですけれども、得点見てください。英語39、でこの子国語ね、もう無双してるんですよね。69ですよ、ね、75分、多分2問ぐらいしか間違えてないです。で、日本史50分の38、これも8割弱あるんで、これもなかなかの無双状態でも開示してるってことは落ちてるんですだよね。そう、ざわ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 200分の146取ったこの子が、成績標準化によってマイナス20点されてるんですね。はいはいはい。20点ってことは、これね、去年の動画でも言いましたけど、200点満点の試験で20点減点ってことは1割です。これはきついよっていうことなんですよね。合格最低点が 130.8 なんで、まああと約4点ぐらい足りなくて落っこちちゃったよっていうことなんですよね。この下げ幅から合格最低点と比べてみるに、やっぱ150オーバーぐらい素点でないと受かってなかったっていうのが、まあ、21年文学部だったんですよね。やっぱ150オーバーってことは、つまりは8割弱ということですから、なかなかですね。例えばじゃあ英語ね、大問1空所補充14個あって、もう4個間違えたらもうきついんですよね。これやっぱ英語が低いと。そうですね、英語が平均点ぐらいしか取れてないっていうことですよね。で、あとはやっぱ国語と日本史の平均点が高い。特に国語の平均 56.727 って、多分僕が過去20年見てきている入試の中で最も高いですよ。完全に早稲田文学部は受験生に攻略されちゃってます。で、日本史も7割ぐらいあるんで、平均が、平均7割ってやっぱもう作文としては失敗ですよね。で、次にじゃあ世界史の子で見てみましょう、はい、世界史の子はこうなってます。英語43点、さっきの子より若干上、で、国語61点、まあ国語やっぱりこの子もよくできてるんですよね。で、世界史39点、素点合計143点がなんとマイナス 27.2 点されて115.834 になってるんですよね。はいはいはい、はい、うっそーって感じなんだけど、となってくると、もうこれやっぱり160ぐらい取らないと、ちょっと世界史選択の子は合格難しかった、はあ、早稲田文学部でね、8割世界史っていうのはまた別にしてね、国 A だけで言った時に、僕じゃあ受けて取れますかって言われたら、多分ね、取れない年もちらほらありますよ、はいはいはい、それぐらいプロでも取れない年ってのがちらほら出てくるのが、もう8割っていう世界観なので、早稲田入試でやっぱね、ちょっと世界選択の人は運も必要だった1年だったかなというふうに思いますね。2021年入試はね、マイナス 27.2、 すごいすごいんです。そして次に、皆さんもまあよくね、質問に来るんですけど、早稲田文学部の4技能利用型、もっと厳しいですよ。見てください。国語61点、日本史42点で、まあ英語は免除なんで、素点合計がこれ
125分の103取ってるんですよ、はいはいはい、125分の103もうこれは勝ったろうって思いがちですよねやっぱね、うん、ところがどっこい開示が来てるということは落ちてるんでございます。マイナス23点差ありましてですね、最終的な得点が 80.133 なんですね、うん、合格最低点が 87.5 と、この下げ幅を見ると素点で125分の110ぐらい欲しいって話になってくるんですよ、はい、110って 88% ですよ、うん、国語と日本史で嘘って思っちゃうよね。早稲田で 88% は高い。88って国語だったら、うん、もうね2、3個ぐらいしか間違えられないですよ、はいはいはい、で日本史もそうですよ、日本史もせいぜい4個とか5個ぐらいまでしか間違えられないですよ、だからかなりクレイジーな戦いにはなっちゃったかなと、ね、もう攻略されちゃってますよね受験生たちにね。これが文学部でした、はい、去年の僕の動画を見てくれた方は文化構想学部もちゃんと受けてたと思います。言いましたよね、文学部を受ける人は文化構想学部も受けてよねっていう話をしたと思うんですけども、文化構想学部はやっぱりなかなかの安定感を見せるんですよ、はい、見てください。21年文化構想学部、今度は世界選択の子からいきましょう。英語47、国語57、世界史30の子が素点合計134点の子が、まあ、マイナス 6.2 点なので、うん、まあまあこのぐらいならね許容範囲内ですよ、うん、でまあ落っこちてると。でまあ素点合計をこの下げ幅で考えると、まあ7割弱、まあ7割もあればもう合格です、確実に。なので、まあ、去年なんかは成績標準化の影響マイナス 0.5 しかなかったんで、やっぱりね文化構想学部の方がなんか問題の難易度が安定してますよね。やっぱりまだまだ文化構想学部の方がそれなりに力がある人が普通に力を発揮して普通に受かりやすいのかなっていう感じはしますよね。なるほど。運の要素はちょっと少ないかなと思ってます、うん、ここまで結構まあまあ点数が押し目の子でちょっとね、はい、あの見てきたと思うんですけれども、ちょっと点数素点合計を少し下げたところで見ていきたいと思います、うん、次見てください。日本史選択の子、英語37、国語41、日本史34の子が素点合計112点でマイナス20点されてるんですね、うん、これ、まあ、さっきの子は世界史選択ってところもあったんですけど、まあ、日本史の方が平均点が4点ぐらい上なだけではあるんですけれども、それだけで成績標準化の影響がこれだけ違うんですよ、うん、どう考えても計算がおかしいですよね、うん、日本史と世界史の平均点4点しか違わないのに、さっきの子はマイナス 6.2、今回の子はマイナス20点ぐらい下げられてる。これなんでこういうことが起きてるかっていうと、これまでも動画で何回もお話しているように、早稲田の成績標準化の傾向として、素点合計が高ければ高いほど標準化の影響が緩く動いて、で素点合計が低ければ低いほど標準化の影響を非常にネガティブに受けやすいっていう話をしたと思うんですよね。でかつ平均点以下の科目がないことが望ましいって話をしたと思います。これ見てみると、やっぱりさっきのこと比べると素点合計が20点ぐらい低いんですよね、はいはい、でかつ国語が平均以下なんですよね、うん、っていう、まあ、このダブルパンチでこれだけの影響が大きくなっちゃったのかなと。なのでやっぱりまあ繰り返しになりますけど、なるべく素点を多く取ること、当たり前ですけどね、うん、そして平均点以下の科目がないということ、これ最も重要だと思っておいてください。標準化の影響までね見越した時にね、俺たちが目指すのは満点なんかじゃない、平均点だ。ちょっと画面から外れましたね、手が。ちょっとさ、今のもう一回やろう。大事なところから、はい、もう一回やって。我々が目指すのは満点なんかじゃない。平均点だ。はい。これ大事だから。大事なところ。いや、大事なところ、去年もやったから。はい、次に、4技能利用型文化構想学部見ていきましょう。さあ、さっきの文学部はね、もうクソクレイジーでしたけど、今度はどうなんだと。国語48点、日本史36点。素点合計が125分の84の子がマイナス 17.4 点食らっております、うんうん、ということでこの子が、ね、合格最低点85を超えるためには125点満点で103点とか欲しいんですよねこれも 82.4% とかなんですよね、はいはい、やっぱりね文学部文化構想部ともに4技能利用型での合格って厳しい。やっぱりね科目少なくなるとこうなってきちゃうんですよね、うん、文学部文化構想学部で4技能利用型を受けるメリットって一つだけあるんですよね、はい、何かっていうと、まあ、ここまでかなり厳しいってのは分かったと思うんですけど、あえて一つだけメリットがあるとすれば、もし文学部文化構想学部のいわゆる3科目型の入試で英語大失敗した、でも国語と社会はまあ俺かなりいけたぜっていう人、英語の大失敗がなかったことになるんで、これはある意味唯一のメリットかなと思いますよね。でもまあそれくらいですかね。最後に文学部文化構想学部、今年募集枠が減らされてます、はいはいはい、なんと、まあ、去年までは文学部が390人、文化構想学部が430人の募集枠だったのが、22年は一般入試文学部340人、
文化構想学部370人に減らされるんですよね。まあ、約50人ぐらいね、どちらも減らされるんですよ。これね、結構僕からすると意外な動きなんですよね。なんでかっていうと、ここ3年間、2019年以降、早稲田文具も文工も合格者をね、増やしてきてるんですよ。人数を一般の。ただ文工、それぞれ毎年人数増えてますよね。なんですけど、今年になって募集枠減らすって。特に21年なんかは共通テスト利用、旧センター試験利用だけでいける入試っていうのを完全に廃止して、もう国立の滑り止め組っていうのを排除する動きに入ってたんですよ。これはもう早稲田商学部とか、あとまあ早稲田国教とかもそうなったんですけど、なんか人数やっぱ増やしにかかるんだなーっていう動きに出てたのに、この動きっていうのはちょっと僕からすると筋が通らない。なるほど。とはいえ、あんまり悲観的になりすぎないでいただきたいですね。募集の人数と実際の合格者の人数ってやっぱ全然違うんで、せいぜいこのね、50人程度の募集枠の減らし方っていうのはある意味誤差の範疇にもなりうるんで、意外と蓋開けてみて合格者の数を見てみると、そんなに減らされてなかったかもよっていうことにもなるかもしれません。なるほどね。ただ一方でやっぱり募集人員と合格者の数っていうのは、募集枠っていうのはね、大学の意思だとは思われるんで、決してポジティブなニュースではないのは確かではあるから、まあ五分五分ぐらいに考えて、もう今はとにかく自分の力を発揮することだけに集中していただきたい。あとは蓋を開けてみないと分かりません。ただまあ言えるのは、とにかく両方受けることってことですね。それ大事。文化をもう両方受けるってことを忘れずにやってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、では今回はヒロさんにおいでいただきました。最後は、最初は知らないの、最初はブンブンじゃんけんポン。違うんか。違う、ヒカキンだから。あ、そうなんだ。はい、ウフフフフじゃないんだ。ヒカキンのじゃんけん知らない。ヒザエさん。